知らないという言葉の意味間違えていたんだ。知らない人のこといつの間にか嫌いと言っていたよ。ことまで嫌わないで、嫌わないで、一人ぼっちになりたくない、ここにいてよ。その言葉言えなくて心閉ざさないで、一人ぼっちにさせないから、その言葉返せるように強くなりたい。人生のことあまりにも問題ばかり起きるから、難問解決プログラムなのかと思う。忘れちゃうから、そうでも、それさえもプレゼントだったと笑える日が必ず来る。人